はい、どうもこんにちは、モトです。本日はですね、現状でも価格を伸ばしてきているんですけれども、今後も高騰が期待できるのではないかというカードたちを紹介していきたいと思います。今回は高額なカードたちのため、購入などはあくまで自己責任でよろしくお願いします。まず1枚目は振袖 SR です。メルカリでの高値では約1万3000円程度の取引が見られております。購入相場的には9000円から1万円程度の取引が多く見られております。2枚目はリザードン V スペシャルアートです。高値では約1万8000円での取引が見られています。購入相場的には1万3000円から1万7000円程度の取引が多く見られております。3枚目はフーロ SR です。高値では約1万9000円での取引が見られております。購入相場的には1万4000円から1万8000円程度の取引が多く見られております。4枚目はルギアスペシャルアートです。高値では約4万9000円での取引が見られております。購入相場的には4万円から4万5000円程度の取引が行われております。最後はレックーザ V スペシャルアートです。高値では3万5000円での取引が見られております。購入相場的には3万円から3万4000円程度の取引が行われております。最近では高騰期ということもあり、カードの価格変動が凄まじいですよね。すり上げなどの可能性もあるんですけれども、購入のタイミングは難しいかなと思いますが、自分の好きなカードとの価格帯をしっかりと見極めですね、購入するようにしてください。皆様のポケカライフが楽しくなるように願っております。今後もポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。